はいどうも、皆さんこんにちは。前回に引き続きまして、今回はですね、速く走るための、補強ということで、プッシュアップを紹介していきたいと思います。腕立て伏せですね。はい、腕立て伏せなんですけども、皆さんね、補強とかいろいろよくやってると思うんですけど、陸上でね、速く走るための、必要な筋肉を、補強ではもちろん鍛えていくわけなので、違うところにね、刺激が入ってしまうと、無駄ですから、なるだけ速く、走るための、筋力をアップできるようなプッシュアップをね、今日は、紹介していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ行きたいと思います。プッシュアップですね。これは大胸筋をメインターゲットにしているんですけども、やっぱりね、間違ったプッシュアップというか方法をしてしまうと、上腕とかね、そういうところに刺激が入ってしまいます。で、僕の考えなんですけど、この肩から下、上腕からね、この下の前腕とかこういうところの筋肉っていうのは陸上ではあんまり使わないかなと思ってまして、僕もね、直接上腕とかを、鍛えるっていうことはほぼないです。どうしてもこのプッシュアップとかもそうなんですけど、どうしても刺激が入っちゃうんで、まあしょうがない部分はあるんですけども、なるだけね、メインターゲットの大胸筋に効かせられるような、プッシュアップをね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、じゃあいきましょう。まずスタンスなんですけど、これはやっぱり狭いよりもちょっとワイドスタンスが、いいということです。で、手の向きもですね、あんまりこう開いてしまうのではなくて、なるだけ肘が体、この肘ですよね、肘が体から直角90度横を向くぐらい、こういうふうに前向いてしまったり、こうなってしまってこっちをね向いてしまったりではなくて、体に対してこの肘がこう真横を向くぐらいの感じでセットします。あと手の幅なんですけど、手の幅もこう体を下ろした時に、なるだけ体を下ろした時に肘が垂直になるように、こうなってしまったり、まあこうはあんまりならないと思うんですけど、下ろした時に地面と、このね前腕の角度が垂直になるような感じで、高さにね調整して、上げるぐらいの幅がいいということです。はい、こんぐらいかな、どうですか。まあ、大体こんぐらいですね。はい、でプランクとかでもそうなんですけど、なるだけねこの体はこうなったりこうなったりしないで、腹筋をね使ってなるだけ、体をまっすぐに保持していくっていうことと、あとはねこれもすごく大事だっていうことなんですけど、肩甲骨をなるだけぐっと寄せるイメージ、こういう風な姿勢だとあまり良くないっていうか、大胸筋に刺激が入らないっていうことなんで、肩甲骨をねグッと寄せる、なんか胸を張るようなイメージですね。こうじゃなくて胸をちょっと張ってあげるようなイメージでやると、よりこの大胸筋にね刺激が入るということですので、まあこんな感じを意識してやっていきたいと思います。プッシュアップなんですけど、何十回もできるぐらいだとあまりね、その良くないと言いますか、筋肉をね鍛えていく上で、まあいろいろレップ数とかいろいろあるんですけど、だいたいね10から15回ぐらいが限界になるぐらいの強度というかね、にした方がいいので、もし何十回もできちゃうっていう人は、
例えばリュックサックに何か背負って背中にねちょっとウェイトを背負ってあげるとか、こういうゴムチューブを使っても負荷が変えられるので、まあ、そうやってちょっとねいろいろ工夫しながらやってみてください。はい、ということで、今回はですね、短距離選手のためのより、速く走るための、プッシュアップということでちょっとね紹介しました。まあ僕もいろいろ調べながらやってるので、もっとねこうやった方がいいですよとか、そんな情報があればまたコメントをいただけるとありがたいです。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。